おはようございます。チャン国際ホテルに来ております。今回はですね、部屋は、文字通りチャンパークが見える部屋になりました。ここがチャーン公園とチャンアン市役所、これ市役所の建物らしいです。そしてこの辺チャーンパークのようです。人いるんかな？いねえな。そしてちょっと見づらいけれど、向こうの方も緑があるところは、あの辺全部チャーンパークです。こんな建物まで見えます。観光名所になってんのかな。すごいですね、この建物。市役所ってこんなにすごいもんなんでしょうか。チャーンパークビューと言われる名前がついてるのはこういうことらしいです。さて、これはホテルの裏に立っております。マンション群。すごいですね、これ。何階建てなんだろう。めんどくさいんで数えません。そして、このホテル、実はテニスコートがありました。使ってんのかな？整備されてないような気がするけど。で、どっから入るの？ここから入るってこと？この通路から多分この金網を開けて、扉を開けて向こうへ行くんかな。そしてその通り、なんだか車がいっぱい止まってますね。なんだかよくわかりませんが、人も車もそれなりに。この辺は何でしょうかね。商店街かな。なんて書いてあるんだろう。あ、酒店だから。何？酒店。酒店ってホテル、レストラン、どっちでしょうか。お、 KTV って書いてあるな。カラオケですかね。まあこんな感じですね。今日は寒いです。非常に寒いと思います。なんか先週はだいぶ暖かかったって聞いたんだけどな。昨日到着して、昨日今日とものすごく寒いですね。さてと、じゃあ出社する準備でもしますか。ではまた。